はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずコロシアムはこれで終わりにして、そうだ、ちょっとバーバラが入ったまんまなんで、こいつをユフィと入れ替えましょう。あれ、みんな減ってるか。そんなに減ってないな。ピサロかな。ピサロがちょっと減ってんな、コロシアムの戦いで。これでね、あ、こんなところで敵が出てきた。君たちはもう雑魚なんだから、どきたまえ。120とか、多分ね、なんか塔の真ん中にクリスタルが集められて、なんちゃらかんちゃらみたいな、なんかそんなイベントになりそうな気がするんだけど。ここか。あれ、ここ普通に行けなくね。何この洞窟、降りられないよね。黒チョコボとかいねえし。だってあれ、これ超気になる。てか普通に地図を見よう。地図を見る。真ん中の方の、あー、そこかな。ここからずっと違う。今ここにいるから、ちょっと引く手早すぎてわかんねえな。あ、ここここここ、あれ、いけない。馬車入れるか。わー、入れない。なんかすげえ塔に来たな。お、トンベリだ。こいつ包丁使ってくるんだよな。大丈夫か。そういや、手裏剣とか買い足すとか言って買い足してねえし。毎回のパターンだなこれ、やり忘れ。パイガでいいか。ただピサロ、そうすると今度、お、歩数ダメージマジかよ。いくつ食らう。74。あ、近づいてきた。おりゃ、くらい。暫定剣で切れ。くそ、そういうわけにはいかないか。トンベリ、このよく見てハゲてんじゃねえかこいつ。これ大丈夫。うわ、めっちゃ近づいてきてる。大丈夫か。なんか包丁食らいそうな気もするけど、結構パワーあるな。ファイが3回使ってるからな。33、結構マジックパワー消費したな。その分経験値と金も持ってんな。ここ結構複雑そうだな。メガザルの腕輪、メガザルの腕輪とか、まあ最悪ボス用だな。誰かが死んでもいいように。これ上行けば宝箱、あるね。ここの宝箱とか、なんかすげえ見逃しそうな感じがする。何にもねえし、ここ。ただ、こういう何にもないところに行ったっていうのがね、あ、よかった、何にもなかったっていう、見逃しはなかったなっていう、そういう安心感は得られる。あ、こいつね、これめっちゃ効くんすよ。あんまり効いてない。この前、一発で倒したのに。で、あとはこいつのタイガで終わりと。ピサロがちょっと減ってきたな。こっちに行って、これ多分1階に降りると思うんだよね。あ、そうだよね。わ、また分岐か。近い方から行こう。宝箱と思ったら敵が出てきた。あ、忍者だ。これどうしようかな。サンダガを撃つか。で、スイトン。で、切って終わり。レベル27。特に何にも覚えないな。お、また小さな目だった。そろそろ奇跡の剣いけんじゃない。そう枚数必要なかったよね、次まで。ああ、ここも何にもないか。またピースドラゴンか。くらえ。あの運は超減るんだけど。これは雷神でいこう。で、サンダガを打っ
って終わりと。ユフィ26、完全にもうユフィ1軍と同じレベルになったな。当初はな、ちょっと入れた時弱かったけど、今じゃ主力のキャラだからな。回復、そう、ボス戦のいざとなった時の回復として役立つっていう。オードル宝石だ。これどうしようかな。これ使おう。オーラー、雷神で主人公殴る。ダメだ。不思議な踊り、やばい、ピサロのマジックパワーが減らされた。暗黒剣にしよう。え、暗黒剣ミスるんだ。反撃ミスってるし。これは手裏剣だな。そうすると手裏剣ってあれか、防御無視か。安定してダメージが与えられる。だいたい120前後の。何にもない。だいぶ高く上がってきたな。あ、ベイヒーモスだ。ちょっとヒットポイント回復すっか。132、しかも攻撃力としても優秀。手裏剣も強いけどね。両手持ち斬鉄剣より強いからな。あ、こいつブリザバに多いんだっけ。だって普通の攻撃77だもん。うわクリティカル408とか、マジかよ。いいや、ちょっとこれはフェニックスのを使ってもすぐ殺されると思うんで。安全に蘇らせましょう。ちょっとフェニックスの買っといてよかった。でちょっとみんなアモールの水を飲んで。ガブ飲みだな。アモールの水一杯どれくらいなんだろう。 100ml とかかな。そんなに大きくないと思うんですよね。 500ml ペットボトルとかだったらかなりきついよな。主人公さっき3杯くらい飲んだからな。雷神、まあ、水ってだいたい 1kg で1リットルなんですよね。そんなに大量に入ってるとめっちゃ重いでしょっていう。まあ、1リットルペットボトルってことはないから。あれ、下に降りてるけどいいのかな。どっちだ。あ、またトンベリが出てきたよ。なんか弱点ねえのかな。ファイガから撃っていくか。マジックパワーがなくなっちゃった。こいつ雷神で、こいつは切ってブリザが、特にって感じだな。近づいてきた。これ手裏剣の方が良さそう。でもうフレアセーバー使おう。フレアセーバー強いからな。211歩数ダメージ、あんまり変わってないな。あんまり歩いてないってことか。ウォータガとか194。おー、ミスった。こんな時に手裏剣ももうない。アイテム不足な上にマジックパワーもない。おお、ビビフレア覚えた。もう覚えたのフレア、マジか。ピサロ回復させよう。もうそういう時代なんだな。月の腕輪って何。魔力を防ぐ力、シェル。あー、なるほどね。オートシェルがかかるって感じか。あ、結局ここに出てくんじゃん。オートシェルか、それは結構いいな。あ、これで終わりか。取り逃しはないよね。てか旅の扉なんだ。これを使ってこう。くらい。ちょうど雷神とかもなくなりそうな時期に。サンダーガット。
どこへ通じてるんだこれ。まあ、祠だよねこれは。お、これは古代の世界じゃないか。マジか、魔法王国ジール、すげえ。てかこっちで合ってんの。あ、敵も強そう。サンダガだな。とりあえずどう、アダマンタイマイとか水遁、亀だから水遁効くか、効かないな。買ってアダマンタイマイ。ただ魔法じゃなくてヒットポイントが低い。オーピサル26。アンの剣ってなんだよ。また新しい技を覚えた。っていうか、すげえな。アンの剣。これ何？ゼロ。マジックパワーか。今の表示からして。こいつマジックパワーなんて持ってなさそうだし、見るからに。もう絶対パワータイプでしょ。もう知性ゼロって。そんな感じだもん。サンダガ。てかマジックパワー10も使ったのか。10使って1も吸い取れなかったかんな。おぉ。くらえ。あ、そうだ。なんかウィングエッジ手に入れたんだよね。せっかくだから装備させますか。ユフィ。うわ、めっちゃ上がる。ちょっと回復させるか。なぜかちょっと。音が少し小さくなる。これ落ちないかな。落ちたら確実に死ぬからな。マジックパワーの消費的にこれが一番コストパフォーマンスがいいよな。ちょっとブーメラン投げてみよう。50、60か。まあだったらまた忍術使ってた方がいいよな。お、馬車ついてきてんのこれ。だって塔の中さ、馬車ついてきてなかったじゃん。どうやってワープしたんだよ。よく見ればいるな。全然気にしてなかったけど。おお、滝が流れてる。この水どこに流れてるんだ。地上世界にそんな滝が流れてるところなんてなかったぞ。え、こっちで本当にいいの、そもそも。これ効くかな。あ、効くな。これ何なんだろう、何に依存してるんだろう。暗黒剣、効くやつと効かないやつがいますからね。やっぱなんか属性的なものはあったりするのかな。あれ。この風景アリアハンじゃん。よく見れば。すげえ。魔法王国アリアハンに来たよ。まあ、地上からいらしたのね。ここアリアハンの町です。いや、なんで地上から来たってわかるんだよ。違うかもしんないじゃん。何？天空にはアリアハンしか町がないの？よし、小さなメダル。ルイーダの酒場。まあ、仲間になる奴がいるかって言われたら、ちょっとわかんないけど。勇者ロトはこの酒場で集めた仲間と共にエクスデスと戦ったそうですよ。まあ今は浮遊大陸が長い間平和だったこともあってただの酒場になってましたけどね、うん、そんな感じか。お、アクセサリーが売ってるぜ。なるほど、伝説の勇者はこっから旅立っていったということか。なるほどね。魔法を跳ね返す盾ドレス。オーケーオーケー。そんな、なんでこいつらリフレクトリングそんなに話題にしてるんだ。スナイパーアイとか。どうだろうな、なんか結構普通の。あ、ブンドル。これはあれか。吸収できるやつか。まあ、いらないな。
カルデローナでも売ってたような、なんかそんなアクセサリーだったな。こいつ何屋さん、まあ、普通だな特にもう道具屋さんのラインナップは変わんないっすね。ここ勇者の家、銀勇士人がいる。かつて勇者ロートはこの家で生まれ、この家から旅立ったのです。なるほど、不思議な木の実。漁りましょう勇者ロトの家を。なんかロトの剣とかタンスに入ってねえかな。エクスポーションが入ってた、やった、結構高価だな。なんかタンス調べたらロトの鎧がハンガーにかかってたみたい な, なんかそんな、そういう感じで置いてないのかな。俺は見回りの兵士さ。うん、お前じゃ多分話にならないぞ。一応寝よう、100円。だいたいさ、こういう兵士とかってさ、どれくらい強いの、ここら辺の魔物と渡り合えんの。なるほどね。漁るところはなさそうだな。こいつに話しかけるか。下の世界から来たなんて羨ましいな。うん、そうかな、羨ましいのか。俺としては天空の世界の方が羨ましいけどな。ただ落ちて死ぬっていうリスクはあるけど。てか水どっから引っ張ってきてるんだよ、この天空のところからさどういう地形構造になってんだ。この町の店ではかなりいい装備が買えるぞ。なるほど。おお、すげえ、全然金が足りん。ホーリーランスとか、ホーリーランスとかすっげえな、普通に売ってんのかよ海鳴りの杖、津波、これいいな。マグマの杖と対極な感じだな。ドラゴンテイルとか、これはバーバラ用だな。っていうかさ、あ、ウィングエッジよりはさすがに弱いな。手裏剣、おお、これは風魔手裏剣、ちょっと買おう。20個、いや30個買おう。金がなくなった。ちょ、カトンとかはもうじゃあ10個くらいずつまた買い足して。いや、ユーフィーちょっと金がかかんな、金食い虫だなこいつ。ってことは防具もいいの売ってんじゃない。失敗したな、金を使いすぎたクリスタルの鎧とか、あ、水の羽衣がある、いいなこれ、超欲しい。でもビビはそれでも下がるか。いやー全然足らんわ。サークレット、これはちょっとビビに装備させようかな、魔力上がるし。買っちゃおう。また貧乏人生活だよ。レッドキャップだったら魔力も上がるサークレットだよね。よし。街の中にいるとエクステスか、世界を滅ぼすなんてまるで嘘みたいよね。そんなに平和なんだ。エクステスも街には手を出さないって。どういうあれだよ。浮遊大陸では最も大きな街なのじゃ。しかし地上にはもっと大きな街があるというぞ。それが本当なら死ぬまでに一度行ってみたいもんね。どこのことを言ってるんだ竜の神の行方もわからぬ。あ、天空城、エクステスの手に落ちたんだ。この神父もな、やる気なくしてるな、完全に。まあ、アリアハン広いって言っても、まあ、地上には同じくらいの広さを持った街とか普通にありますよね。リンドブルムとか結構広かったよね、区画が。何区画もあって。おお、王様、まあ。とりあえず先に漁ろう。ここ台所みたいな感じかな。東の洞窟を抜けた先、ウルという小さな村。おお、すげえ、ウル。FF3 の最初の街じゃん。盗賊バコタ。あらゆるドアを開けてしまうそうじゃ。これは最後の鍵じゃないか。今は牢の中へ。わはは、マジか、自分で開けれよ。バコだ、お前。あ、いけねえ。お姫様見ませんでした。お姫様、おろおろって。アリーナみてえだな。あそこの樽とかも調べよう。岬の洞窟から馴染みの塔。おお、そこら辺は一緒だな。馴染みの塔に入るのには、まあ、二通りあったけど、今回は普通に洞窟から入るのかな。
魔物と出会いにくく腕輪があるそうだ。まあ、確かに結構出現率高いからな、このゲーム。ちょっとあいつに話しかけようとしただけなのに外に出ちゃったよ。こいつすげえな。城の外に出ない術を持っている。最強の技だな。これお姫様じゃないの。あいつの目は節穴だな。勇者ロトを尊敬しない者はいませんよ。なるほどね。勇者ロトに憧れて城の兵士になったってちょっとよくわかんねえな。どうせ牢屋を開けられる鍵なんて持ってねえだろ。だったらあっちに行きな。なんだそりゃ。ここは牢獄。囚人と話したくば牢屋越しに話しかけるがよい。くそ、あの馴染みの塔の老人め、このバコタ様を牢なんかに閉じ込めておまけに鍵を持っていってしまいやがった。あ、そういうことね。塔の老人は盗賊の鍵を持っていたはずな。あ、いけねえし、これ。じゃあ、老人から最後の鍵をもらえばいいのかな。ただでくれっかな。だってさ、こんなさ、よくわかんねえやつらに鍵を渡すなんて、自分の家の鍵をよくわかんない人に絶対渡さないですからね。突然来た人に。何もない。強力な特技を放った後の隙も大きい。なるほどね。クイックトリックとか弱い代わりにメーターの上がりめっちゃ早いですからね、テリーの技。王様に会いたくはずっと奥へ進むがよい。偉そうだなお前。これはもう見えたからな。ああ、また話しちゃった。勇者様って、なんで俺が勇者ってわかるんだ。それさ、せめてさ、地上の人は、まあ、自分が勇者っていうのは分かってもあれだけど、なんで天空の人が分かるんだ、俺が勇者だっていうことを。早く王様の話を。多くの勇者たちがエクステスに挑みました。だって勇者いっぱいいるじゃん。傷をつけることすら叶わなかったそうです。なんでさ、エクステスの術によって傷をつけることすら叶わなかったのにそういう噂が流れてるんだ誰か見てきたのか。あれ、なんかイベントが始まった。ロトの血を引きし勇者よ、よくぞ我らの元に戻ってきてくれた。今浮遊大陸は、いやこの世界は未だかつてない危機に瀕しておる。そなたらもここにたどり着いたからには知っておろう。かつて勇者ロトが封じ込めた邪悪の化身エクスデスがその力を取り戻したのじゃ。邪悪の化身といえばディオスよね。すでに天空城はエクスデスの手に落ち、竜の神の行方もわからぬ。今となってはお前たち以外に倒れる者はおらぬ。勇者たちを頼む。エクスデスを倒し、この世界に再び長き平和をもたらしてくれ。もうさ、どいつもこいつも完全にさ、人頼みだよな。自分たちで何とかしようっていう。あ、でも多くの勇者たちはいたって言ってましたからね。まあ、早々天空の世界も捨てたもんじゃないな。これで終わりか？そもそも。じゃあちょっとセーブをして、一旦終了しますか。というところで、まあ、ちょっと天空の世界があったっていうことをかなりびっくりしましたね。まあ、魔法王国ジールじゃなかったけど。ということで、じゃあ次回は多分、馴染みの塔のところへ、行くと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。